顔を逆に膨張させたかったので、こんにちは、マミポンです。今日はカルロスをマツコデラックス風にメイクしてみたいと思います。さあどうなるかな、見てね。炎上必至最初にヒゲがやっぱりすごい男性なので、コンシーラーを顔全体につけて、なるべく青いおヒゲが目立たないようにしています。で、次にマツコさんはなんかこう陶器のようなマットっぽい肌のイメージがすごいあったので、こうパール感のない幼児やったの油取り紙ですごい有名なやつなんですけど、カバー力があってマットな感じのパウダーをその上につけています。マツコさん黒髪なのでグレーっぽいパウダーを塗っているんですけれども、男性なので結構ここら辺の眉頭の毛が結構あるので、さっきのベースのファンデーションで消しつつ、パウダーでちょっと細めにこの辺までパウダーを入れて、あとは多分マツコさんへの字っぽいぐらいはっきりした眉毛なのでペンシルで仕上げています。で、次に目元も割となんかあんまりこうパールでキラキラしてる感じっていうよりはすごくマットなイメージがあったので、全体にこう白っぽいパウダーをふんわり入れて、カルロスと二重がすごいのでちょっと引き締める感じで濃いめの、でもやっぱりマットなカラーをここら辺の二重のラインのところに入れています。で、アイラインは髪の色に合わせて真っ黒で入れています。あとで結構激しめのつけまつげをつける予定ではあったので、そんなに綺麗に入れてないんですけれども、黒でちょっとこうやっぱり跳ねさせる感じにはしています。多分マツコさん下のアイラインは全部には入れてないっぽいので、3分の1ぐらいのところに少しペンシルで薄い感じで入れて、顔立ちがはっきりするようにしています。で、次にハイライトを目の下を少し明るく見せるようにしたのと、本当はシェーディングで顔周り入れるんですけれども、顔を逆に膨張させたかったのでハイライトをこの顔周りに入れて、こうちょっと輪郭をぼかす感じにしています。チークもパール感の強いものではなくマットな感じにしたかったので、まあ、ちょっとピンク系のものをもうこの辺の真ん中にだけ少し入れています。本来はシェーディングに使うものをちょっとマツコさんの二重顎の感じを出したくて、ここにこういう感じで少し二重顎ラインを入れてみました。遠くから見て若干そういえばっていうぐらいの二重顎ラインを入れています。それとあとここの目頭のところを少し彫りを深く見せるためにシェーディングを入れています。次はつけまつげがもう本当にバッサバサにしたかったので、かなりドーリーな感じのものをつけています。でリップもすごくマツコさんはヌードカラーな、ほんとこうお肌とそんなに変わらないぐらいのイメージがあったので、ちょっとトム・フォードのヌードカラーでツヤを出しつつ、こう抑えめな上品な感じにしています。やっぱりマツコさんといえば黒髪ストレートな感じイメージだったので、ウィッグを最初ストレートで伸ばした感じにしました。今はちょっとアップでちょっと軽くお団子が見える感じと、あとなんかアクセサリーが結構派手なイメージがあったのでつけてみました。
自分で見て似てると思いますか？いや、ちょっと違うよ。また違う。自分、気持ち悪い自分が見えるだけなんで。なんでしょうね。どっかの、中南米かどっかの。まあ、カルロスだから。カルロス、一言も喋んないですけど。カルロス喋って。え？あの、動いて。マツコデラックス風にメイクしてみたいと思います。はい。え？はいだけ？他の動画もあるので、ぜひ見てください。